中小の家中にあるダンサー RIEHATA が明かすファンへの深い思い。平野潮とのダンスコラボが話題となったダンサー RIEHATA33 が自身の SNS を通じてナンバー愛の平野潮26とも匂わせ報道を否定しました。彼女は私は息子二人と暮らして家族以外の時間は仕事だけを全うしています。 勘違いをされている方、どうかご安心ください。これ以上誤解による憶測で悲しい思いやご迷い枠をおかけしたくないので書かせていただきました。皆様に日々感謝しています。これからもエンターテイメントで貢献できるよう頑張りますとコメントしています。平野と RIEHATA は昨年9月にインスタグラムでダンスのコラボ動画を共有し、その後同じブランドの服やグッズを身につけていたことから、匂わせと報じられていました。 しかし、RIEHATA はこれをはっきり否定しました。彼女は仕事としてダンスコラボを行っており、同じブランドのアイテムを選んでいるだけであると説明しました。ファンからは、どうか心ないコメントや憶測で心を痛めませんように、ほとんどのファンはリエさんとのお仕事を本当に楽しく嬉しく思っています。こんなことを言わせてしまってごめんなさい。これからもナンバー 愛の三人をよろしくお願いしますといった励ましのコメントが寄せられました。ダンサーとしてのプロ意識を持つ RIEHATA に対し、一部のファンからは過激な抽象がなされていました。しかし、これに対して他のファンからは理解と共感が寄せられています。例えば、 仕事でダンスコラボしてるダンサーなのだからビジネスだろうしコミュニケーション取ったり仲間として親しくもするだろう。一部の過激なオタなんだろうけど本当に役目立つするし、だからジャニオタワって言われる元になるんじゃないでしょうかねといった声が聞かれました。中には RIEHATA さんはお母さんとしても二人の息子さんへの慈愛に満ちている。そして謙虚で誠実なずっと紫テるさん。 キシ君、ジングくジ君に寄り添ってくれる、ダンサーさんとして世界でも指折りの優れた方なのに、ファンのことをこんなにも気遣ってくれる、勘違いをされている方、どうかご安心ください。ありがたい言葉に泣けました。感謝しかないですといった具体的なサポートの声も広がっています。この騒動を受け、ファンは SNS 上でリエハタさんに対するサポートの表明を行いました。これからもリエハタさん、ナンバー、アイ、スタッフの皆様、 応援していますといったコメントが寄せられ、ファンコミュニティの団結が感じられました。最後に、ファン同士が互いに理解し、愛、アーティストとの関係を尊重することが重要であることを強調したいです。アーティストとしての活動やプライベートな部分に対する尊重が、コミュニティ全体の発展に寄与します。